アリーグブルージェイズ3、セブンタイガース、2024年7月20日トロント。ブルージェイズ、菊池雄星投手、33、が20日、日本時間21日、本拠でのタイガース戦に先発。5回3分の0を投げ、5安打4失点、8奪三振で今季9敗目、4勝。自身7試合ぶりの勝利投手とはならなかった。 菊池は初回に西から連打を浴びてピンチを招くが後続を断って無失点序盤の山場を越えると4回まで無失点投球で6奪三振の快投を見せた5回には西から安打を許し迎えたイバネスには左翼戦に落ちる敵地二塁打先制を許しさらに左翼手が打球をファンブルする間に三塁まで進まれたそれでも落ち着いて追加点は許さなかった 菊池は6回は続投したが、無視満塁のピンチを招き、94球で交代、その後、2番手で登板したリチャーズが満塁弾を浴びた。チームは地区最下位に沈んでおり、7月31日のトレード期限までに、プレーオフ進出を狙うチームに菊池がトレードされる可能性も取り沙汰されている。試合後、地元メディアは菊池のトレードに関する話題で持ち切り、地元放送局、 スポーツネットは、菊池雄星は時折優勢だったが、ブルージェイズでの最後の先発となるかもしれない試合の6回に調子を崩したと報じた。地元紙トロントさんは、菊池はトロントを離れることに乗り気ではないとしつつ、今オフにフリーエージェントになる予定の菊池は、トレード期限が迫る中、 ブルージェイズが有望な選手を手薄なファームシステムに呼び戻すために提供できる最高のトレードチップだと野球界の多くの人は考えているとした。また、大リーグ公式サイトのキーガン・マシソン記者は試合後、菊池に球団とトレードについて話し合ったかを質問。いいえ、全く、としつつ、トレード期限が頭から離れず、大変だったと話したと自身の X で伝えた。 大リーグ専門局 MLB ネットワークの看板記者ジョン・モロシ氏は投手陣の補強が必須なドジャースが菊池の補強に動く可能性について言及しており今後の動向に注目が集まっている。